今日は昨日今日とお話し会8キューブにあって、今日は公演シャッフル公演のいい公演終わった後にそうねお話し会あったんだけど、どうですか皆さん見ましたか今日のシャッフル公演 SKE フェスティバル見てた？見てないよっていう方はアーカイブが24時頃に多分また上がると思うので絶対見てください。見た？ありがとう。気づいた？気づいた。いやなんか今日ね、自分が思ってた以上に白三本持ってる富の方がたくさんいたんだよね、本当に。だからね、すごい嬉しかった。多分見てた。それは嘘。ハッピーさん、クラッカー。ハッピーさん、お疲れ。ありがとうございます。見てたけど、アーカイブ体験。あ、嬉しい。何回でも見てください。自己紹介、そう、なんかさ、チームによって自己紹介のやる順番っていうものが違くて、余裕こいてました。普通に上手からやってるじゃないですか K2 ってみんな。でも他のチーム E は下手から順に自己紹介やることを知らなくて、あ、徐々に思い出せばいいかとかなんかいろいろ考えてたら、なんかまさかの自分で自分のキャッチフレーズを忘れました。私今はファンの方に声を出していただけないじゃないですか。だからそう、みんなどの島に行きたいって言っちゃえば、まあ後の言葉が分かるんだけど、今言わないからあれなんだっけってなっちゃうの。ええ1列目2列目も下手からやってた？やばい、K2 のイメージがずっとついてるからさ、上手かと思った。え、でもしかも上手からこう来てこう来て最後私かなと思ったの、あの蛇みたいに。全然違った。リスさんのアバターさんとハスキーみたいな可愛い狼かなのアバターさん、パラソルグレーの頭のアバターさん、レインボースターたくさん、ハッピーさんもハートたくさんありがとうございます。ビブスレア、そうだよ。明日からも頑張れそう。頑張ってね、私も頑張る。次は14日のふいちゃんの生誕祭だから、もっといいものにするために頑張る。楽しみ、本当に。ハッピーさん、パラソルたくさんありがとうございます。すごいたくさん。ありがとう。こんばんは。こんばんは。兄さんもまでキラキラだったしさ、嬉しいよ。嬉しいよ。そう、直接トーク会で会った時にそう、兄さん言ってくれました。アンコール見てたよとか、なんか中盤曲かな、あの髪の毛が飾りに引っかかってて可愛かったみたいな、なんかねそんなことを言ってくださいました。西さん可愛い、そんなとこを見ててくれたんだと思って。本当にさ、中盤曲とか最後の曲、アンコール衣装じゃない、アンコールの曲でさ、もうね飾りがずっと髪の毛に引っかかってて邪魔で邪魔で、あ、今どうせブサイクに映ってるんだろうなと思って、もうねなんかすごい触っちゃった髪の毛。もう最悪、一回きりだと思ってさ、最初で最後のね、その最初がもうさショックよね。普通に頭バサってやった方が迫力あるしかっこいいからやったのに、しっかりボサボサ頭で踊ってた。悲しい。
でもあのなんか飾りはねすごい引っかかりやすいらしくて、えでもリハからね本当に楽しくて、ちゃんと鏡なしでね踊れたことがすごい嬉しかったの。リハから、そうリハは全部通したんですよ。だから今日は実質2回公演です。リハも気抜いてやったわけでもないから、うん嬉しかった、本当に嬉しかった。久しぶりにこんなに嬉しい出来事だったよ今日の公演が。本当に本当に嬉しかったな。そう今日は福士さんポジで神手が多かったですそう、おばあちゃんからもうダメだった。なんかね泣いちゃいけないって考えちゃうとやっぱ余計にね私は涙が出ちゃうんですよ。で自分で分かってるくせにそれをでも考えちゃってダメだった、本当にダメで、振り返ったらさ自分がさっきも言ってた通り、そう思ったより白3本のサイリウムが多かったからまたやられるじゃないですか本当に嬉しかった。なんか最初から泣いてたからさ結構ファンの方からの視線がいつもより多く感じた本当に嬉しかったの出れたことが。そう嬉し泣きでした最初は。最初はね。であとは特に金木犀と未来が目に染みるもうやばかったな。金木犀に関しては初めてあんなに揃った綺麗なサイリウムの海っていうのかなが見れて、あこんな感動するんだと思ったんですよ。金木犀も普通に歌詞とかさいいじゃないですか。よかったね、よかったいやどんだけ私今日潤ってたんだろう。未来が目に染みるに関しては本当に目が染みました。なんか歌詞がすごいね歌ってて自分に問いかけてるなと思った。自分が自分に本当に終わってほしくなかった。なんか K2 の公演やってるよりも本当に秒で終わっちゃった公演でした今日は。まあ小打ちフラグがなかったっていうのもあるっちゃあるんだけど、うん、そうね。犬のアバターさんパラソル、女の子のアバターさんクラッカー、鳥のアバターさんハト、ハッピーさんもと西さんのアバターさんパラソル、ありがとうございます確かに目をそらすな。そうね、目そらしたかったよそらせなかったね。受け止めなければいけないんだよ。え、本当ハッピーさんタワーありがとうございます。今日やっと特会で会えたねありがとうございます。ありがとう。そう私個人的にはね、そうほっぺつねるがすごい好きだっただから特会で何が一番見てほしいみたいな、何が一番好きなのって結構聞かれてたんですけど、ほっぺつねるって言ってましたの女の子のさんレインボースター、ありがとうございます。そうしかもピンク、佐渡川さんの衣装でした。ほっぺつねるの衣装はみんな何だと思ったのかな、何色だと思ったかな私なかなか衣装でさピンクの色を割り振られることが本当に少なくて、だからあれ翔さんもしかして知ってるって思いました。多分知らないんだけど、たまたま運が良くて、そう里川さんの衣装に希望とかはね出せない人間なので私は、
人権ないんで勝手に決めていただくっていう。本当に嬉しくてさ、いつフィッティングしたかな、あのこの間の K2 公演の時に私はフィッティングしたんですよ、劇場で本当に嬉しくて走り回ってた一人で写真は撮れませんでした。あのね、自己紹介の2列目だったら撮れたかもしれないんだけど、3列目で一応早く着替えなきゃいけない場所だったのでね、撮れなかったんですよ。もう悔しい、もう一番撮りたかったの、あの衣装で。でもあの衣装の名前が書いてあるんですよ、衣装のさ、ハンガーとまた別に袋にね、そこに元佐藤佳穂佳穂さんって書いてあるんですよ。その写真だけ撮りましたよ名前だけ撮った衣装は撮れなかった、本当にショック。すごいの、お縄とかの羽織る衣装は水色でした。水色は結構いいかな、私目取りたかった。次いつ出るか分かんないし、いや出れないかもしれないし、取りたかったな。今日は何のポーズしたかな、私今日はね、サヤポーズよりののしポーズをいっぱいしましたそうね、あとは一回だけあのミルクを飲むポーズもしたし、あの鳥のポーズもした。でもね、ちょっと日産のポーズがなくて、このに西さんってちょっとね難しいの、急にはできないの私そう、だから何にもできなかったの西さん。プラスあとは外川さんはちょっとねできない。クロワッサンってどうすればいいの今日一番ののしポーズをしました。結構ね映ってたと思う、 DMM さんの方で。でもさ、まあ伝わるか、マイク持ってたからさ、こうやればよかったのに、全部マイク持ってる方をグーにしちゃってたから、目を三日月どうやってやんの、あ、笑うってことか。クロワッサンはちょっとできない、私は。普通に公演中どうやってやんの、三日月どういうこと、笑った目が三日月になればいいってこと。鳥も印象、あ、やった、ちゃんと見えてたんだね。いつやったっけ、ハートのベクトルの時、カイニャンと一緒の歌割りの時に多分私たくさんやりました鳥ポーズもそうしたこれも鳥も同じ好きな先輩なのに、なんか2種類もしちゃった一番そうね、チコさんのことみんな同じぐらい好きなのにそうね、カステライナーのバターさん、パラソルありがとうございます。ぬいぐるみかな、これピンクのアバターさん、パラソル、男の子のアバターさん、バラたくさんありがとうございます楽しかったよ。カレのバターさん、リース、なにこれでかっ、これもしかしてタワーゾウさん違う、いやこの大きさはゾウさん、ゾウさんタワー、グレーの頭のアバターさんもハッタクさんありがとうございます。タワー、スコティッシュのアバターさんタワーありがとうございます。すごい印象、
お父さんできませんありがとうございます。神手でした下手はいきませんでした。そうですね、惜しかった。そう、里川さんがねさっき、あ、ハッピーの毛リプをしてくれました。嬉しかったですねだからピンクの衣装をなんで知ってんのかなと思ったら、ちょっとでも公演今日見てくれてたのかなと思って、それでまた嬉しくなりました。でも今配信してない？里川さん、かわいい。里川さん本当にかわいい、かわいい、かわいいしかない癒された。そう、あのトーク会会場に着いたらやっぱ里川さんもういて、そう笑顔でね、お疲れ様って言ってくれたんですよ。もうそれでその一瞬は疲れ吹き飛びました。眠気も吹き飛びました。でもその1分後ぐらいにはまたどっと疲れが来て、放心状態だったカイニャンとなんかね、ご飯ケータリングあったんですけど、胸がいっぱいすぎて全然通らなかった。そう、嬉しかったかわいい、かわいいね。そう、久しぶりに実質2回公演したから、さすがにねちょっと疲れましたわ。しかもね、1回目で慣れない公演だから余計に多分頭で考えることも多かったから、戻ります。さや、ありがとう。こちらこそありがとうございますバツマルくんパラソルありがとうございます。かわいい西さん、ナブタさん、パラソルありがとうございます。これは海派ってことかなあんなになんかね、曲すべてに気持ちがこもりすぎたのが初めてで、びっくりした。自分でもなんか、なんだろうな、 K2 公演が何も思い入れがないわけじゃなくて、特別にいい公演が本当に思い入れがありすぎて溢れ出てしまった。本当にマヒコさんと通称撮ったの？あ、撮れました。そう、自分から行きました嬉しかった。多分初めて、そう、今日マヒコさんと通称撮ったかもしれない。マヒコさんが見てるの緊張した？緊張しました。本当に緊張した嬉しい。全部に思い入れあった。まあ、特にはね、やっぱ自力シンパシー、君が思ってるよりほっぺつねる、まあ、SK フェスティバルもそうだけど、一番金木星、未来が目にしみるかなそうね、そうね、定点じゃない、 DMM で見返そう。楽しみだな良かったな、出れて良かった。本当に身内でも踊れないからここだけ出るなとかさ、もしかしたらリハで言われるんじゃないかなとかすごいね心配してたの実は。でもむしろ、あれ、リッチ島覚えてるじゃん思ってる。そう、結構踊れてたからびっくりしたよってそう言われて、舞台監督さんに。それがまたねすごい嬉しかったの。
だからすごいずっと出たかった公演だし思い入れがあるので真剣ですって言ったのそう嬉しかった本当に。何週間で覚えたんだろう。まあ実質トーク会とかいろいろあって6日か5日ぐらいで覚えたのかな、わかんないけど、また成長しましたね自分で言うのもあれだけど本当に振り起こしするのが早くなった。まあもともとね研究生の時に覚えてたことが多少あったからっていうのもあるけど、でも女神とかさ踊れなかったもん。バラも全然嬉しいな。やだ、なんで楽しいことって一瞬で終わっちゃうんだろうね。カレノバタさんタコスコデジナバタさんいいねありがとうございます。え本当に一瞬で終わっちゃった。そう中盤難しい。お疲れ様ありがとうございますだから自分にご褒美はポケモンスナップやること。まだね買ってないんだけど買ったら絶対その場ですぐやっちゃうって思ったから、いつ届くんだろう。2日以内に届くかな。早くやりたいポケモンのゲームをやることとたまったアニメをいっぱい見る。何を我慢してたって言われたらそのゲームとアニメかな。ご飯は別にいつも通りだったし、ついに解禁そうやっとだよ、やっとみんなともお話できる。ちょっと実家には帰れないけど、それが一番の私のご褒美だったんだけどさ、ちょっと難しいから。あ、そう、あ、モンストだ、呪術廻戦コラボ今日からだ。オーブない、この携帯に入ってるモンストのデータで。え、サブアカどうだろう、絶対ない、50個はないわ。でも40何個なんだよな。え、絶対出ない。でもなんかピオスさんが五条さん出てて羨ましかった。星5だよね確か。え、羨ましい、五条先生欲しいよ。え、そうコラボ今日かららしい。なんかもう公演のことでいっぱいで全然忘れてた。この間ね配信で教えてくれてた人いたのに。うわかっこいい。あ、トゲ欲しい。トゲは、あ、50あるやん、ちょっと引こうえ、初回 24% アップじゃないの。うわー、50先生欲しいよ。ななみも欲しい。うん、引っ張るところだけやろう。4出ると思う？絶対出ないんだけど。サブアカでも出たら悲しいな。でもいいや、サブアカだから出なくてもそしたらあまりショックは受けない。ななみあっないじゃない悩もういいけど、そうサブアカだからいい。もうサブアカあんまやってないからさ、本当に星読んで全部止まるから嫌なんだけど、ドキドキ感があんまりない。トゲが欲しい。でも一番は五条先生。うん、出ませんえ、悲しい。いいですねまあまあまあ、
まあまあまあいいでしょう。ちょっと後でやろう。え、すごい。え、ミッションめちゃめちゃかっこいいね。学生証、名前ダサい、私の一文字さダサやめよう。まあまあ何が当たったかは想像で。うん、サッパーかっぽいでしょさえ、単発で出たの？え、なんでそんな運いいの？いいなぁ。Pさんかわいい、ありがとう。後でやろう、楽しみに。ちょっと急に眠気が来ました。ダメだ、あの25分。え、みんな的に今日のE公演の中で一番いいんじゃない、ちょっとでもって思ったのは何の曲ですか？え、そう、ほんわかはね、もし何か当たったら言います。ハッピーさん、女の子のお母さん、松丸くん、パラソル、ありがとうございます。今日そう、公演後のお話し会では何が多かったかな、ほっぺが一番多かったかな、 いいねみたいな言ってくれたの。ほっぺと重力シンパシーと何かな、バラ、カリ、未来、フェス、あ、いっぱいだ。全部だ。ホップは一番やりたかった曲。衣装も本当に可愛いしさ。カリー、ああそう、カリーのさ感想一生できないと思ったらさ、できるようになって嬉しかった。まあね、今普通にやってるチームイーさんほどではないけど、自分できるんだと思った感想。なんだっけ、あ、これよくできたよな、頭ぶん回してた。ちゃん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 、しかもセリが上がってるから怖くてさ、全然前に進めなかった。ハッピーさんかわいい、ありがとうございます。お寝み中、うさぎのアバターさん、パラソル、アウロのアバターさん、ハト、ハッピーさんもパラソル、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。さあ、やっぱ成長した、本当？本当成長しなきゃいけないことはたくさんだからな、もっと頑張るね。MC 私あんま喋ってなくない？なんか聞いてるだけで楽しかったよ。久しぶりの9期全員の MC もあって、後輩 MC かな。久しぶりだった。まあ、あやとはね、同じチームだし、よく公演に一緒に出てるから、MC も一緒に。新鮮味は、まあね、ないんだけど。あおみさんが本当に久しぶりだった。まあ、かいにゃんとは、あの、あれですよ。12周年公演の青春ガールズ公演で、最後に出てたから、一番久しぶりだったのが、そう、あおみさんだったんですよ。私の中では。あおみさん、あおみさんよくいじるから私のこと。本当に。ちなみに昨日の珍しく黒いワンピース着てたじゃないですか、ちょっと穴が開いてる。
肌が見えるやつ。そうココナさんと一緒にさ、あれあれすぐちゃん声行動みたいなまたいじられたけどでも分かる人には分かるこのいじられハマミさんどうやって返すの。私もさ分かんないままにその場で思ったこと言ってるけどさ、なんて返したら正解なの怖い怖いの死ぬ面白すぎる。そうアミさんサイカちゃん呼びなの嬉しいよね。でもココナさんもサイカちゃん呼びだよ。意外といるサイカちゃん同期で。サイヤ呼び少ないかもしれない。ハッピーさん熊タワーありがとうございます。あれだね狩りだねよかったビクトリーできなかったけど狩りでありがとうございますあドン勝ちした。あでも私もうずっと声コードやってないか忘れちゃったあなえその時いたわ。あとで動画撮ろっかみたいに言ってたけど、まあ、結局撮らなかったんだけどさ、みんなノリがいいからそこらへんかわいいなんか私小中高と全部さ、私はなんかね友達周りからいじってはいけないキャラ、いじってはいけない存在ってずっと思われてて、いじられたことがないんですよ。そうだから SK に加入して青海さんとかそうココナさんとか結構いじってくれることがすごい初めてってレベルですごい新鮮なんですよ。面白いね。そういやさやかちゃんは真面目とか清楚だからそういうのは言っちゃいけないよとかってずっと言われてたんですよ。私はなんだろうね周りに青海さんみたいな人がさ学生生活にいたらすごい楽しいんだろうなと思う初めていじられました青海さんにそうね本当にいじられなかった。何なんだろう静かだから雰囲気が何なんだろうな。松丸くんパラソルありがとうございます。でもねいじられるよ、ね、なんて言うんだろう、その学生時代もいじられたくなかったわけじゃないの。ただみんなが勝手にいじっちゃいけない存在ってなんかね思い込んで、で周りにずっと言われてたから、えそんなことないのになって私は思ってた。みんなはでも最近いじってくるから嬉しいよファンの方もありがとうそれじゃまたトーク会が楽しかったよあ繊細、あそういうことシュンとされ、あ待ってこの友蔵だっけ、友蔵冬ちゃんがなりたい友蔵だっけこの方アバターなんだっけ、ナミヘ、あれどっちだ、真面目に見えた。いやでもあるよな頭良さそうって言われるんですよアブロのアバターさん、ハト兄さんのアバターさん、ミラーボール、あ、友蔵か、友蔵のアバターさん、クローバー、かわいいと、リースありがとうございます。ナミヒエがサザエさん、マルコか、マルコが友蔵、あ、心の俳句、そうだそうだそうだ
銅像がふいちゃんね。なんでふいちゃん銅像になりたいの。すごい幼虫ちゃんが動いてる。あれだな、なんか私マット下の方固めてないのかな。すごい元気に動き回ってるの幼虫ちゃんたちが、かわいい。あ、すごい奈良のアバターさん、クラッカーたくさんありがとうございます。そう動く音するよ、なんかねかじったりしてるとか言うよ。衣装ケースのプラスチックを。明日ゆっくり休めるの。うん、何が何でも休む。そうだよ。ハッピーさん、ハッピーさんと一緒に寝る絶対。トムゾナブダさん、クローバーありがとうございます。カタツムリナブダさん、あとグレーの頭のアバターさん、いつも名前なんていうかすごい迷っちゃう。グレーのアバターさん、グレーのもういつ名前呼べるの。クラッカーありがとうございます。名前呼んだ方が早いのにな、もういいんじゃないって私は思っちゃうけど、まだなんだね。1年以上もう名前呼んでないよ、ショールームの。今日は新郎シートとホタマスク、え絶対する。本当は整体行きたいけど行けないので自分でマッサージします。そう名前呼びしたいのにな、急にだよね。パンクっぽい、あ確かにそれだ。でも難しいな、なんて言えばいいか、長いよ全然。お話し会とかではさ、オンライントーク会も名前呼べるけど、ショールームショールームね、いいのにな。でも卒業間近の人とか結構言ってるイメージ。違うかな、いやそうな気がする。確かにな、大人面でメンバー守るためだか、確かにそうね。まあありがたいことだよね。あと15分だ。え、ちょっと川さん配信してますか、まだ。めっちゃ嫌な感じ。そうだいぶいるよね。誰がいたかな、忘れちゃったけど。あ、そうなんかね、なんかファンの方が西さんにコラボ配信サーヤとしてなのかしないのみたいに聞いてくれたらしくて、そしたらその返事が西さんがいいよみたいに言ってくれたので、まあ、私から連絡するかわかんないけど、西さんが卒業する前にコラボ配信できたらするかもしれないので、その時はぜひ見てください。本当に今月だから、そういつになるかちょっとわかんないんだけど、喋れるかな。でもまあ今日もおしゃべりしたし、お写真も撮ったので、そうちゃんと今日は、そうだよ西さん、え、そうあれ配信で話したっけ、スクレッシュの太田さん、レインボースター、西さんの太田さんもレインボースターありがとうございます。そうだよ神奈川。あ、ちょっと待って、ハッピーの毛すごい抱いちゃったんだ、ハッピー忘れてた。そう今日は西さんの生誕 T を着てお話し会参加したんですよ。
なんかね、最初普通に私は公園がある遠く会だったけど私服で行くつもりだったの。でもなんか他の先輩とか青海さんあーやとかがレッスン着で行くって言うから、かいにゃんにじゃあさやかちゃん一緒にレッスン着で行こうみたいな、そう誘ってくれたから私服じゃなくなりました。ビブスも急遽決まりました今日。そうね模様かと思った。え、嘘、そんなついてるんだ。うん、だいぶついてる。そう、ビブスは急遽、そう、みんな下ジャージなんだけど私はちゃんと下私服でした。みんなに映ってないけど。あ、でもあれだ、あーゆとあーみさんとかの写真、ツイッターに載った写真は写ってるわ。そう、レアなビブスをファンの方に見せました。写真では見たことあると思うけどさ直接は見たことないよね。あ、マイメロな、マイメロなアバターさん、ハート、ニッサンのアバターさん、ミラーボールありがとうございます。そう、みんな年齢詐欺してるからビブス、私は二十歳だった。みんな2歳ぐらいさ詐欺してるのに私はちゃんと1歳だよ。1歳だけ。アーヤが16歳ってさすごい若いなって思った。アオミさん18、カイニャンが19、わかんない、どっちだろう。かわいい、かわいいね。やだな、22歳か。やだ、22歳。20歳に戻りたいな。楽しかったかなって。楽しかったかな。友蔵。友蔵直太さん、クローバー。ありがとうございます。あの写真撮ったのはみっちゃんでした。みっちゃん、ふーちゃんは今日もねずこで可愛かった。でもなんかラストねずこってなんか聞いた気がするけど、可愛い、ふーちゃん優しい。ふーちゃん、ふーちゃんは次 K2 公演だね、シャッフル公演で。いつだろう、4日かな。もう私はね、次はナーヤンの5日に出るフェス公演が楽しみなんですよ。一緒に出たかった、本当にナーヤンとも一緒に出たかった。なんで、なんで、カタツムリナバタさん、お猿さん。かわいい、カボザナバタさん、ネズミ、カレナバタさん、ハート、ありがとうございます。なあ、悩むなあ、いいなあ。いいなあ、出たかったなあ、やんと一緒に。なあ、やんは愛公園だと何が似合うかな。かっこいいのも似合うし、かわいいのも似合うから。ってことは全部か。あ、でもなんや絶対、ほっぺとバラは本当に似合うと思う。いつかフェスなんや見てきます？え、ずるい。あれ、いいなぁ。いいなぁ。いつか何の発表があるんだろうね。なんだろうね。なんかマキコさんがツイートでね、喜ぶお知らせみたいに言ってたじゃないですか。だから期待はしていいと思う、多分ね。ふいちゃんのアバターさん、パラソル、松丸くん、パラソル、ありがとうございます。そうね、あー、女神も確かにナイアンっぽいな。
ダメだ、ずっと好きな人の話になっちゃう。そう、今日の1個目の2分間 MC はそう、マキコさんで、みんなも多分びっくりしたよね。私も初めてさ、その5月2日 E 公演の連絡メールが来て、そう、自分のポジション確認と同時にどんどん下に行くと金木星 MC とかハートのベクトルとか恋の名前の煽り MC の名前表記があって、その下にちゃんと2分間 MC は誰々って名前が書いてあるんですよ。でやっぱ2分間 MC ってもう研究生のイメージが強いから、あ、ジュッキー誰だろうと思って見たら斉藤って書いてあって、あれ斉斉ジュッキー生いたっけみたいなっていうお話を同期といっぱいしてたら普通にマキコさんで、びっくりした、本当にびっくりした。私も何かの間違いかと思って、でもやっぱりマキコさんでした。でもね、お話できたし写真も撮れたから嬉しかった。ニューカー MC でマキコさんがそう、E公演初めて出た人のことをそうお話ししてくれてて、私のこともお話ししてくれて嬉しかった。面白い。シルエットやな、確かに衣装が違うもんね。まず裏でね、そうギリギリリハしてる時に会った、アンコールの時に。そう、2分半ぐらいかなお話ししたの。かわいい。そう、あきこさん私のこと内島ちゃん呼びだな。サーヤ、サーヤちゃんは聞いたことない気がする。あと今日ね、一緒に公園に出た菅原さん、ほののさんとは結構おしゃべりしました。写真も撮ったし、これから仲良くしようねみたいなお話をしたので、すごい嬉しかった。楽しかった、本当に。写真はメールで送ります、ツーショット。楽しかったな。ほののさんとまきこさんの絡みってなんであんな面白いの。本当に面白い、裏でも本当に面白くてずっと聞いてたいぐらいだった。井田さんともお話ししたよ。レオナさん本当に優しかった、可愛いしかっこいいし、ダンスはレオナさん。そう、レオナさんからはオロナミン C と、マキコさんからはマックの差し入れがあって嬉しかった。なんかマックの差し入れってほとんど係数はないじゃないですか。もうもろ自分たちが頼むので、先輩たちとかは。だからすごい、カイニャンがすごい喜んでて。劇場でマック見れるのなかなかないわって言ってた。そう、私はアップルパイをいただきました。でお家に帰ってきて今配信する前に食べました。美味しかった、久しぶりに食べたアップルパイ。そう、マックね、実はもうマックのイメージが強い、自分でも。いや、そう、菅原さん美味しかった。ひずりんさん、ドラマで一緒に出たことあった？あったあったあったはず。え、うん、あったと思う。多分イズリンさんだっけ、急遽出た日とかじゃなかったっけな、わかんないな。でもあるよ絶対。友蔵のぶたさん、四つ葉ありがとうございます。やばい、終わりにしなきゃ、あと6分。ベーコンポテトパイは食べてない、そっちの方が人気だった、アップルパイより。イズリンさんのおでこだしすごい可愛くて、私すごい好きなんですよ、ちゃんと本人に言いました。
似合う、好き、可愛いということを一緒に写真撮ったよ。もう女神の曲がずっと頭から離れない。楽しかったな。もう移動中とか歩いてる時にいい声の曲聴かないのか寂しいな。最後一度見てチームによってダンスの癖がよく分かった。あ、やっぱり本当に私も分かったもん。リハの時で分かった。まあ、人によっても違うかもしれないけど違うよね。 S は S、 K2 は K2、 E は E ってすごいすごい変わる。みんなも分かったかな。シャッフル公演で多分分かったと思う。え、楽しかったの。そう楽しかったそうね、もう覚えたから。スクランブルでは私もいつでも出れるけど、今の福士さんポジが誰が覚えてるか聞いたら、あの倉島さんとかだったので、あ、これはないなと思いました。だからもし何かあった時は違うポジションを覚えたいと思いますまあ一生ないけどね。 K2 の方が多いけど、私あとは正規面より研究生の方がアンダーとかね。スクランブルはないかみたいな。そう倉島さんなのでちょっと無理なんですね あと誰だっけな、まあ、本当に福士さんもいますし難しい。よしランキングを読みます。38、これなんだっけ、たぬきのアバターさん。1位、スコディッシュのアバターさん。ゾウのタワー、ありがとうございました。また感想を細かく送ってください2位、ハッピーさん。ハッピーさんもタワーありがとうございます。クマタワーだ。あいつかビクトリーしま…あれできないわ。ビクトリーしたいとか言おうとしたけどごめんね。3位、ハッピーさん。タワーありがとうございます。また会える日を楽しみにしてます。気をつけて帰ってください。嬉しかったありがとう。4位、グレーの頭のアバターさん。5位、ニッサーのアバターさん。6位、カレーのアバターさん。7位、ハッピーさん。8位、ハートのアバターさん。9位、ハッピーさん。10位、ニッサーのアバターさん。11位、ハッピーさん。12位、ハッピーさん。13位、ニッサーのアバターさん。ありがとうございました皆さん友蔵のアバターさん、四つ葉ありがとうございます。ね、声の話がほとんどだったけど、昨日今日と2日間のお話し会もありがとうございました。楽しかった、本当に楽しかった。次は5月の15と16で、15は初の自分の生誕 T を着て、16はセーラー服を着るのでごめんなさいね、22歳だけど許して許して楽しみに待ってます。松丸くんありがとうございます。パラソル、そうみんなに次会えるのは誕生日明けなのでおめでとう待ってますその前に公演があるから、公演をまずは頑張るかな。よし、皆さんありがとうございました。今日は本当に素敵な一日になりましたいろいろ感想待ってます。メールの返信やらリップ DM で。ありがとうございました。おやすみなさい、バイ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 
四つ葉ありがとうございます。友蔵さん友蔵さんバイバイ、おやすみなさい。